アメリカのウォールストリートジャーナルなどは協議に関わった外交官の話として EU がロシアの7つの銀行をスイフトの排除対象に決めたと報じました正式な決定はこれから行われる予定です排除対象にはロシア第2の銀行などが入っていますが最大手の国営ズベルバンクとロシア天然ガス会社傘下のガスプロムバンクは含まれていないということです ロシアの天然ガスに大きく依存し、排除に懸念を示していたドイツなどに配慮した可能性があります。アメリカや EU などは先月26日、ロシアの一部銀行をスイフトから締め出すことで合意していて、対処指定の調整を続けていました。